海安高です違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、3月3日オープン戦、ヤクルトスワローズ対日本ハムファイターズ、1対1の引き分けでした。引き分けって言ってもね、昨日の負けよりはちょっと内容悪いなって思いました。ピッチャー陣は良かったですよね。もう石川投手もね、一球ちょっとね甘く入っちゃってホームラン打たれましたけども、石川投手はシーズン始まるまでに調整していただければもう信頼ありますから。あと原樹里投手良かったですね。もうこうなってくると先発誰で行くの？ローって誰で回すねんって。ちょっといっぱいおるやん。どの人で行くのって。こんな嬉しい悩み。まさかできるとは思いませんでした。やっぱり嬉しいですね。ローって誰なんやろって。原樹里投手もね、今日いいピッチングしてくれました。楽しみですよね。そしてですね、なんといっても今日のピッチャー気になったのが木澤投手です。木澤投手がね、中継ぎで戦力になってくれたら、ヤクルトスワローズの投手陣、層がめちゃくちゃ熱くなるなと思っております。楽しみですね。そしてですよ、打つ方がね、塩見選手の2本だけですか。寂しいな。まあね、ヒット出ないのは仕方ないにしても、一番問題だったのは荒木選手のね、バント失敗ダブルプレーですよ。荒木選手ね、絶対シーズン始まってもああいう場面あると思うんで、荒木選手あそこは決めてほしかった。まあね、オープン戦で良かったですよ。ここでね、もうミスを出し切って、本番では絶対ああいうことがないようによろしくお願いします。いや、本当に先発ピッチャーローテ誰になるか楽しみ。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。